お笑い芸人のとにかく明るい安村が、23日発売の結婚情報誌、ゼクシー、リクルートマーケティングパートナーズ、4月号の、特集記事に登場。交際10年、結婚4年目の、夫婦生活の、ベテラン、として、全国の花嫁にアドバイスを、送り、浮き沈みが激しいから給料の、8割は貯金しています、と、安村家の財布事情も、明かしている。売れない時代から苦楽を共にする妻に、対して、ただただ感謝しています。という安村は、大ブレイクを果たした昨年の、クリスマスに、初めてネックレスを、一人で選びに行って、プレゼントしました、と仲睦ましいエピソードを、披露した。収入の8割を貯金、と、堅実かな一面も覗かせたが、楽に貯金をしたい、という悩みに、夏に、暑い、と言ったら罰金100円、とか決めておいて、溜まったらアイスクリームを買う、と、簡単に実践できそうな解決策を、提案するなど、安心できる夫婦生活の、過ごし方をアドバイスした。ネット上の反応。これは、真似するといいかもしれない。とにかく明るくて堅実な生き方はいいね。体張るだけじゃなくてしっかりしているのね。驚き。